いい感じの雰囲気になってきてる。卵、ふわふわ、エッグ屋沢の無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグ屋沢です。ということで本日は、台湾の九府というところにやってまいりました。こちら噂では、千と千尋の神隠しの、モデルにもなったと言われているところらしいです。なんか古い街並み、台湾のいい感じの街並みがあるって聞いたんで、これから見に行ってきたいと思います。よろしく。ただの道だな。ここはまだ関係ないと思う。ここはただのお土産通りだと思うけど、雰囲気は台湾の台北っていう一番の都市に比べると全然違うんだ。なんか雰囲気出てきたな。ちょうちんいっぱい増えてきて、なんかちょうちんがいっぱいあるのが有名らしいんだよね。ちょっと日本人が多すぎて恥ずかしくなってくるな、これ一人で撮ってると。俺がもっと有名人だったらさ、撮ってるっていう風に分かって面白いんだけど、知らねえ変なやつが一人でカメラ回して喋ってるってやばいかんね、旗から見たら。いい感じのお土産屋街だね。これがネットとかでいろいろ出てた雰囲気のいいところだな。やっと出てきたぞ。この階段が X のところだ。この階段が有名な雰囲気いい感じの階段。もう今度はどうしたら怒られへんわ、もう態度よいしょ、うん、なんか乗ってるんだよ。あ、かわいい靴が売ってる。痩せません。日本語が飛び交うな。日本語が飛び交う。いい感じの雰囲気になってきた。いい感じの雰囲気。もう千と千尋の神隠しっぽい雰囲気。すごい。いい感じだ。一人で来ないで可愛いこと来たかったな。こんないいところ終わりか。これで、絶景か、絶景ポイントだ。すげえ。綺麗な絶景をみんな撮ってる。ということで、本日は台湾のこちら九府の、千と千尋の、舞台になったと言われるところにやってまいりましたが、あのトンネルのところ行きたかったんだけど、クソ歩いてクソ迷ったけど、結局トンネルの場所が分かんなかったので、トンネルは、皆さんご自身で行ってくださいということで、エッグ屋沢の台湾編でした。さよなら。よろしく。
暑くてもうね無理だ、人が全然いないとこ来ちゃったよ。まあいいや、もうバスで帰ろう。